ス、そして今日は北海道からこの岩手に駆けつけていただきました。力強い様子でございます。このご当地に到着までもこの水沢に入りましても辻々に立ちながら小沢一郎のお願いをきっちり申し上げ、そしてきっちり発信しておりました。ご紹介申し上げます。自由党共同代表山本太郎参議院議員から小沢一郎のお願いでございます。大きな音でごめんなさい。小沢一郎を育んだこの町にお邪魔することができて非常に光栄です。ありがとうございます。小沢一郎を必ず皆さん国会に送っていただきたい。どうかどうか広く皆さん周りの方々にもお願いをして小沢一郎をぶっちぎりで勝たせたいんですよ。圧倒的得票数で小沢一郎を勝たせたい。その理由は何か。今官邸による無茶苦茶な政治、国家の私物化、これに対する岩手の怒りを、そして地方を切り捨て、東京や大都市だけがバブル、こんな状態ありえないですよね。そうだ、全くありえない。地方の声は聞かない、苦しい人々の声も聞かない、こんなものは政治とは呼ばない。今この国からもう一度政治を始めるために、人々のための政治を始めるために、水沢の皆さん力を貸していただきたい。小沢をぶちちぎりで勝たせてください。それが官邸のメッセージになるんです。よろしくお願いします。皆さんにお伺いしたいんですね。TPP 2012年の冬、衆議院選挙が開かれました。その時に TPP 反対と言って選挙に臨んで政権を奪取した政党ってどこでしたっけ。自民党です。あ、自民党です。ありがとうございます。私忘れちゃって、自民党でしたよね。そこは手のひら返しで TPP 大推進したのってどこの政党でしたっけ。自民党です。ありがとうございます。私は自民党でしたね。あれ、選挙の前はいいこと言って、選挙が終われば手のひら返し、自民党のお家芸でございます。そして皆さんにお伝えしなければなりません。消費税 10% に上げると言ってます。消費税が 10% に上がれば皆さんどうなりますか。消費税が上がれば当然消費は冷え込む。消費が冷え込めばその先には不況しかないですよ。またそんなこと繰り返すんですか。人々の暮らし、中小企業の苦しみ、何も分かってない。自分たちのための政治しか行わない、経済の基本も分かってない人間がこの国の舵取りをやられている悲劇、それを変えるのが政治ですよね。やっぱりこれ岩手の意思を、水沢の意思を小沢ぶち切りで勝たして官邸に届けていただきたい。ぜひ協力してください。皆さんお力を貸していただきたい。そして消費税ついでにお話をしなきゃいけないことがあります。消費税、これで増税されるの何回目でしたっけ。89年 3%、 97年 5%、 2014年 8%、 そうですよね、順々に上がってきました。2014年4月、 8% に上げるときに皆さんとお約束したことがあるはずです。どんな約束だったでしょうか。消費税増税分は全て社会保障の充実に使うという約束でしたね。ということは2014年度の消費税増税分 3%、 そこからの税収いくらでしたか。約5兆円です。約5兆円。約束通りであるならば、その約5兆円は全て社会保障の充実に使われてないといけませんよね。じゃあ答え合わせしてみましょう。蓋を開けてみてはっきり分かったことがある。消費税増税分 3%、 約5兆円、そのうちで社会保障に使われたのはいくらか。5000億円に満たない金額。5000億円に満たない金額。どう思います。また詐欺やってるんですよ。 TPP で手のひら返したわけじゃない。社会保障の充実のために消費税上げると言っといて、増税分5兆円、そのうちの5000億円、5000億円にも満たない金額しか社会保障の充実に使ってない。そればかりか、社会保障の削減を 3兆円を超える金額の削減を行ってるんですよ。
弱い者には徹底的に削っていく。もうこの国に生きる人々はすでにコストとしてしか見てないのが今の政治。こんな政治だったらない方がマシだと思いませんか。そうだ。消費増税ふざけるな。ないところから取るな。あるところから取れ。皆さんそう思いません。そうだ。これが税金の取り方の基本の基なんですよ。無茶は言ってません。過去最高益、あのバブルの時よりも儲かってんだったら、その大企業からね、この4年間で100兆円を超える儲けを手に入れて丸々溜め込んでんだから、だとしたらその企業から少し税率を上げて消費増税分賄えばいいじゃない、思いません？それが本当に必要ならば、この国では4年間で金融資産200兆円も増えてるんです。じゃあそこにかかる、そこから生まれてくる所得に課税を強めればいいじゃない、そう思いません？取る先が間違ってる。この国に来ている多くの人々が生活に苦しんでいる。ありがとうございます。岡田一郎です。私は山本太郎です。言うことない若返ったんかな小沢さんと思いますもんね。思いませんか。失礼しました。話戻りますね。この国に来ている人たち、多くの人たちがギリギリなんですよ。国民生活基礎調査、厚生労働省調べでは、生活が苦しいっていう人たち6割に届く勢い。子供を持ってる家庭6割が超える人たちが生活が苦しい。シングルマザー 82.7% が生活苦しい。何がアベノミクスだ、そう思いません？男女の賃金差、女性の方が賃金が低いから貧困にさらされやすい。一人暮らしの女性、20歳から64歳までの一人暮らしの女性3人に1人が貧困。何がアベノミクスだ、思いません？明らかに間違ってる。消費増税なんてありえない。さっさと儲かってるところから真っ当な税金をもらって分配しなさい。それでこの国が本当に豊かになる。皆さんそう思いませんか。政治とは生活である。小沢一郎がいつも言うことです。まさにこの国に生きる人々の生活がギリギリで不安しかない、苦しみしかない、そんな国に将来ありますか。それを変えられるのが政治。そしてそれを変えるための原資が今たっぷりあるんですよ。儲かってるんですから。皆さんの税金を横流しして真っ当な政治をするために、この先の野党共闘、そして野党結集、この選挙が終わっても続くと思います。そのためにはこのスキームを国会に送らなければなりません。ぜひぶっちぎりで水沢の皆さんの怒りを、岩手の皆さんの怒りを官邸に届けてください。ぶっちぎりで小沢一郎勝てるように、皆さんぜひ横に広がってよろしくお願いします。ありがとうございました。山本太郎です。野党共闘のね、象徴的な地域はどこだったら、私岩手だと思うんですよ。真っ先にみんな野党同士で共闘しているということが形になって、そこから自由党からは木戸口英二さん送っていただきました。皆さんに本当にありがとうございます。私の個人的な投票のことをお話しすると、野党共闘すごく頑張ってくれた共産党に私は比例で勝ちたいなと思ってます。すいません、以上です。自由党共同代表山本太郎参議院議員から小沢一郎のお願いを申し上げました。続きましては小沢陣営の選対本部長木戸口英二参議院議員から小沢一郎のお願いでございます。水沢の皆さん、小沢一郎のふるさと水沢奥州市炭鉱地区の皆さん、本当にありがとうございます。皆さんの思いを、そしてこれまで育ててきていただいたご縁を、信頼と絆、その思い一つで今、小沢一郎候補は全国の厳しい選挙を続けている仲間たちの応援に走り回っております。今日は本人に代わって同志、皆さんいい仲間ですよね。山本太郎さん、こうして駆けつけてくれました。昨日は札幌、一昨日は沖縄に行ってた山本太郎さん、今日7時半の
札幌発の飛行機で岩手に来てくれた。どうか皆さんもう一度山本太郎さんに拍手をお願いします。ありがとうございます。私も皆さんのおかげで国会に送っていただいて、一番最前列、総理の席の一番近いところなんです。私と太郎さん並んで、隣は青木愛さん、そして後ろには先輩たちがいますけれども、一番どうですか皆さん、尖って戦っている小沢一郎代表、そして就任は沖縄の基地問題で戦っている玉城デニー幹事長、今回小沢一郎代表は無所属で野党共闘を進めるために無所属を選択いたしましたが、我が自由党は小粒ながら尖って今の政府に、政権の在り方に、権力の在り方に戦いを挑んでいる我々のグループであります。もちろんその目的は、権力が目的ではありません。今の権力に対して戦いを挑まなければいけない、そういう状況だからです。それは今太郎さんからお話しあった通り、国民を軽んじ、そして憲法を踏み切り、国会を軽視し、今この国をどこに導こうとしているのか、その危険な安倍政権に対して我々は戦いを挑んでいる。ただし私たちのグループは小さすぎる。だから仲間作りを今進めている、それが野党共闘であり野党結集です。それがこの岩手からスタートした。皆さん、やっぱり仲間作りっていうのは大事です。戦いに勝つためには排除ではダメだ、やっぱり仲間作りです。どうか皆さん、岩手から安倍政権を終わりにするために仲間作り、支持者有権者の皆さんからどんどん広げていただいて、この水沢から奥州市からどんどん広げていただいて、それは野党結集のこの岩手が崩れるようなことがあれば、この小沢一郎の議席を失うようなことがあれば、もうこの日本の政治は真っ暗闇だ。安倍政治の思うままだ。どうか皆さん、小沢一郎の選挙は日本のために負けられない選挙なんです。どうか力を合わせて仲間作りをして、皆さん小沢一郎お願い申し上げます。そして記念日は野党共闘を進める仲間の政党にどうか応援をよろしくお願いします。そして皆さん、全国の仲間の応援のために必死で回ってきた小沢一郎、早く帰ってこいって皆さんからおっしゃっていただいてた、いよいよ明日から明後日にかけてこの岩手三区全域を回ります。23カ所で街頭演説する予定です。そしてこの水沢にはあさって21日土曜日16時40分、これが街頭の23番目最後になります。レープ横、水沢グラブオフェルバーグの横、小沢一郎選挙事務所前、16時40分、どうかご参集をいただいて、皆さんの結集、小沢一郎に伝えていただき、小沢一郎がそれを受けて、これから政治を立て直していく、そして安倍政権を終わりにする、その皆さんの思いを小沢一郎に託していただきますように、どうか皆さん、お願いを申し上げます。そして明日朝から観光地区伊沢町をスタートして小沢一郎を回りますので、どうか皆さんお近くの場所、そこで聞いててください。そして小沢一郎と気持ちをもう一つにして、なんとか押し上げていただきますように、明日小沢一郎が帰ってくるまで、この選挙カーは今日山本太郎さんと私2人で、そして選手隊みんなで必死に訴えてまいりますので、
まだまだ厳しい選挙です。実際まだまだ厳しい選挙です。もう一度声掛けを、お声掛けを申し上げます。仲間作りを皆さんよろしくお願いします。小沢一郎よろしくお願いします。ありがとうございます。ただいまは選対本部長の木戸口英二参議院議員から小沢一郎のお願いを申し上げてまいりました。ふるさとの皆様、多くの皆様のご支援、心から感謝を申し上げます。本日は太郎&英二各チームによりまして、小沢一郎のお願いを申し上げてまいりました。